ですね、事前に視聴者の皆様から変えてほしい、うん、または新たに導入してほしい野球のルール制度を伺っております。はい、皆さんのご意見要望こちらでした。はい、どんなのが出てくるんだろう。はい、さあこのようになりました。まあ、ドラフトの見直しだったり5年自動 FA ピッチロック導入だったりメジャーのものですね。ワンポイント禁止、いろいろあります。スリーフォールアウトあるよこれきついですね。スリーフォールアウトはこれね、追い込まれてからスリーフォールアウトってことですよね。だから原っぱの野球だよね。そう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 、いやスリーフォールアウト、はい、どうですかこれご覧になって辻さん気になるものありますか。いややっぱりメジャーでもちょっとね話題になってるとこですよね。また牽制の制限とかね、そんなことになったらまた大変だよ、ね、これだから3つ投げてね、その3つ目アウトにならなかったらボーク取られるっていう、これはねまあまあピッチャー出身なんで、やっぱそのファーストランナーにね、たったその赤星君とか荻野君みたいなのがいてね、やっぱ3球ぐらい持ってボーク取られちゃどうしようもないので、でも3球目組んでも動いたらスタート切られちゃうもんね。そう考えるとこのルールはどうなんだろうって、ただ導入される可能性があるんでしょこれ。いやだからもうその、ね、時間短縮がメインじゃないですか。そうなんですね。それがナンセンスなんですよ。そうだよね。そんなもん長くかかるの分かってんじゃないですか。それを時間、それだったらもう解決する方法一つだけありますよ、はい、ソフトボールみたいにリード禁止する。そしたら牽制もする必要ないし、外す必要ないわけじゃないですか。時間短縮になりますけど、面白くないでしょアメリカの人っていう意味です。なるほど、そうですね。あのサッカーワールドカップ見てて思ったのは、全世界統一規格で統一ルール、メジャーになぜ従わなきゃいけないかぐらいの野球はそういう形になってる。これはもう簡単なんですよ、気候がないんで統一が。やっぱ世界ね、ソフトボール野球機構ありますけど、メジャーが一番最高の頂点の気候になってるんで、でそうなってくるとやっぱ難しいですよね。フィバみたいなのがないんでね。で時間短縮って言われるには辻さんね、勝負決着つくまで夜中までやりますからね、メジャーは、ね、とことん、はい、確かにね、はい、おかしいじゃん。それはおかしいですねほら初めて意見あったね。あそれはおかしい。いや俺も僕もね、あのアメリカ留学時代ね、延長18回までしましたよ、うん、でしょ。僕ね10回から18回まで投げたもん、うん、それまたすごい12時回っても投げてたんですよ。だからそれだったらもう9回で終わってね、あの PK みたいにホームラン合戦みたいにすればいいですよね。PK の代わりにホームラン合戦いいね選ばれた3人から俺丸丸××ピッチャーはまっすぐしか投げちゃダメみたいな、オーマイガーみたいなこんな話ですけど、はい、そうです。そしてですね、はい、あリクエスト、はい、リクエストっていうのはどう思うかっていうのを今ぜひこれ聞いてほしいっていうんで、辻さんどうですか。リクエストは助かりますよこっちからしても、はい、もう経験上おっしゃってください、はいはい。やっぱりもう白黒発見すぐその映像がありますからね、はい、でも球場によってはその映り方があるんですよね。なるほど、どっちか分かんないと言ったら判定通りになっちゃうし。なるほど、うん、10のうち6シーズンの経験の中で、まあじゃあ6シーズンはなかったかリクエストは、だけど10のうちどれぐらい、あ、よかったなリクエストがあってと思いますか。10のうちですか、あリクエスト、いや全部いいと思いますよ。もういや 100% いいですよ。あそうですか、はっきりするじゃないですか。佐々木さん諦めつきますよ、うんうん、でもやっぱ審判の人助かりますよ、うん、やっぱこのワールドカップもそうですけど、何か誤審あった時にそれは審判の方もやっちゃったっていう思いはあるかも分かんないじゃないですか、うん、で今はもう映像技術が発達してて、うん、ツイッターや何からで誤審してる言われたら、うん、家族も子供もかわいそうじゃないですか、うん、だからそういった面では、まあ、もちろん選手も、ま、チームも守られますけど、うん、審判のことを守れると思うんで、はい、いや非常に良かったと思いますけど、うん、もうちょっとね画質とか水産言われましたけど、ちょっとカメラ増やすとかね、はいはい、やっていかないともう明らかに映ってないみたいな ね、 とかあるんでね、だからそういったところはアメリカみたいに20億円ぐらいかけてね、はいはい、やりましたけど、ここまで浸透してきたらそれぐらい NPB もかけて、まあ、12球団の本拠地ぐらいはやってもいいかもわかんないですよね。やるんだったらそこまでね、松さんね、うん、まあ、ね、やっぱりやるべしという、うん、そんな風に思いますが、まあ、ツイッターの厚女さんという方もですね、リプレイ検証は中継局の技量裁量次第なのでもやっとするところがありますと、うんうん、そろそろ体制を見直すべきなのではないか。ちなみに、うん、スポーツライブプラスはいろんなスロー映像があってすごく見やすいですという風にね、いやもうね、ペイペイドームはえぐいよ、真上から来るし、ね、すごく
だって回ってくるからね。360度カメラ上からもありますしね。あれはでも画期的だと思いますよ。言っちゃ悪いけどどっかの球場なんて3カメぐらいで、もう滑り込んだ時砂煙上がったら分かんないですからね。それはどこの球場どの地方どこのえどの地方いやちょっと妄想なんでちょっとおよこさん妄想ですから妄想の話です。あ妄想ね、はい、実際にあるかどうかはね、それはもう分かんないですね、はいはい、ただこのリクエスト制度についてですね、先ほど出張マサノウテン出ていただいた山川選手からちょっとご意見いただいているので、ご覧ください。必ず毎日怒るじゃないですか。絶対怒るね。最後なんか使わなきゃもったいないみたいな。使わ、はい。それから辻さんがめっちゃ文句言ってるんですもん。ああ今の低いだろーってなあどこ見てんだよって辻さんたちが言うんですよ。審判によってはなんかすいませんっていう人もいれば、なんだよっていう人もいるから、で僕はもう何も言わず。でこう僕まあ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 それもだからそれが醍醐味じゃないですか。うん、僕審判の人たちよく喋りますけど、審判の人たち全員いい人なんです、間違いないんですよ。でプラス野球界の仲間みたいな扱いでいかないと、リクエストもいや僕やめていいですよ。僕はなんかだから昭和の野球の方が好きですよ。今つまんないです。はい、という意見いただきましたね。面白いね、辻さん。まあ昭和面白かったですよ、ね、はい、それは面白かった。僕らがうんって言ったらすまんって言いますからねあと逆にわしがルールブックじゃって言った人もいますよね。あ、そうしましたね。ただでも本当にいつも言ってました、2ストライクまではいいけど3ストライク目そこだけはきっちりお願いしますねって、まあそういう言い方してましたけど、ね、でもどうですか AI 審判だったらどうですか俺これそれだけはねやめてほしい。でももうストライクも全く変わっちゃうし、多分ここかすってるようでストライクとかね、だから僕外スラとかが全部ボールになるんちゃうかと思ってるんですよ。ああかすってないよと全然かすってないんで、うん、あと高めがかなり広くなりますよね、うん、まあ多分そうだと思います、うん、AI が出てきたらね、アナウンサーも困るよ。そうですよね、 AI アナウンサーだったら全部 AI がやっちゃいますもんね。そうよどうぞはい、ということで、視聴者の皆さんからまたご意見いただいております、はい、はい、どうぞ。はい、あのまたリクエストというところとは違うお話になるんですけれども、はい、ルールというところで、うん、マックさんから2軍が2球団増えるという話があるようですが、はい、将来的に1軍の16球団制についてはどう思いますでしょうかというご質問もいただいております。これ僕は2軍が2球団増えるこれ突然だったっていう、僕はそんな感じがしてるんですが、マーサーさんどう。そうですね、まあ、どちらにしても2球団2軍の方がね、はい、増えて、まあ、どっちに入るかウエスタン、イースタン2つ ありますけども、どうだろうな。でも今イースタンで候補が出そうな、ね、話ですけど、ことになりますけどもね。辻さんどうですか、まあ、今日産東はバランス違うから違いますね、5球団とね、だからなんか選抜いろんな形を取ってね、あのとにかく試合できるようにとか、ね、1チームはこう試合やってない時には必ずそういう、まあ、他の大学と試合したり社会人としたりとか、まあ、そういうことを努めてやってるんですけどね、どう思うでしょうね。ね、これあの独立リーグまで影響を及ぼすと思うんで、佐々木さんこれ、そうですね、だからその存在意義がね、なかなか分かる。独立リーグとじゃあ何が違うんやって言った時に よく分からないバランスになるんで、僕はその5と7だからいびつなんであれば、もう独立リーグも絡めて、はいはいはい、全く新しいリーグで、はい、なんかイースタン、ウエスタンとかね、もしくはね北部、南部、西部、東部みたいな感じで、独立リーグも絡めてリーグを作ってやっていけば、その試合数どっか一つ試合ないところないわけじゃないですか。ただ独立リーグも潤うし、で NPB のチームも独立リーグと試合することによって、独立リーグの選手を何回も生で見ればいい選手も拾えるし、独立リーグの存在価値も上がるんで、そうだから僕はもうこれが一番いいと思うんですよね。独立リーグは NPB のやっぱり名前をいただくためには、あのお金が必要なんで、今は独立リーグになってますが、この二軍制の話が持ち上がってきたら、それそのアイデアが僕は一番すっきりすると思うんですよ。1軍じゃない2軍プラス独立リーグ、それが一番ね、なんか活性化になって、そこに社会人も入れたりとか、大学生も入れて年に1回天皇賞みたいな、まあ、1軍が出るのは難しいですけどもプロ野球チーム代表として何歳以下の人が出ていく天皇杯みたいなのができれば活性化にもつながって、社会人も大学生も結構裾の広くね、一気加算に来るわけじゃないですか。いいじゃないですか。これは、ね、どうですかコミッショナーとして。いいじゃないですか。いいでしょ、まあ、まあね、本当にこれねいい話でね、あの実現すればと思いますが、まあでも
道は険しいよね、これは、この話は。だから視聴者の皆さんに、里崎さんがコミッショナーにふさわしいか一回どうか、僕だったらもうね、一回やってみる、もうやろうよ、里崎コミッショナーありかなしか、私頑張れ、はい、ハッシュタグマサノートでぜひ、ね、皆さんね、3人の中で一番ふさわしいのは誰かでもいい。コミッショナーとしてマサさんか辻さんか里崎さん、はい、どうぞ、はい、そんなお話もいただければと思いますが、はい、もう一つご紹介します。ミステリーディナーさん、ありがとうございます。変えてほしいのは攻撃時のサインです。高校野球までは監督がベンチで出すのに、なぜプロはわざわざ三塁コーチを経由するのですか。周りから丸見えだし時間がかかるし、試合時間短縮に逆行していると思いますが、いかがでしょうか。どうですか今の意見は、辻さん。どうですかね、そんな時間かかるのかな。ランナーとしてもベンチ見るとき、そうだな、まあ見やすいのは見やすいですからね。こんなに、まあ、こっちが早く出せばいいことだし、はいはい、まあ、それが長いもいるんですよ。必ずこう監督を見ながらね、はい、それから出すコーチャーもいるしね。あ、そうですか、はい、なるほど、まあ、必ず 見ながらこう出してるときからですからね、はいはい、ああ出たなっていうところで本題に移りますから。なるほどなるほど。まあ、でも実際でも監督が直で出さないで、その隣のヘッドとか出してる時もあるじゃないですか。そうですね。あれ大木さんなんて三塁コーチは自ら行って自分でサイン出してる人がやって三塁コーチですよね。そういうケースもあったんです ね、 そうですね。まあまあでも見やすいことはね、うん、やっぱあそこに、まあ、どちらにも見られてるけど、うん、見やすいことは見やすいですから、うん、ね、バッターもその一塁側ベンチずっと眺めてバッターボックス入れる、うん、まあ、見て入った方がまあ意外と早いかもしれないし、うん、あと監督とヘッドがブロックサインの別々のやつを出しながら、うん、まあ、相手の目をね、うん、というのはありますよね。そういうのもあるし、だからナイターとかだとセカンドからだとベンチ見づらいかも。あと監督前出てこないと、うん、多分奥だと見えないと思うんですよ。なるほど。だから出そうも、だからまあ見やすいっていうのはありますよね。なるほどね、はい、はい、ありがとうございます、はい、そしてもう一つご紹介します。あ、早速コメントいただきました。どなたがコミッショナーがいいのかという話ですが、はいはいはい、アメフリさん、ありがとうございます、はい、将来辻コミッショナーでお願いします。そして辻さんではコミッショナーで、さらにさらにあります、続きが社長内閣でも、はい、里崎智也補佐、そして山本昌会長でお願いします。あ、会長、僕は2番手、僕は2番手ぐらいで自由に動いた方がいいんですよ。いつも大体2番手で言いたいこと言ってる人生が一番いいでしょ。それがいいですよ。でしょ、ベストポジションでしょ、監督よりもヘッドコーチ、そうそう、リベロですから。いや、本当早いね、皆さんコメントありがとうございます。まだまだハッシュタグマサノートでお待ちしております。